クロアタンはアメリカ海軍の護衛空母、防具急行空母艦の一隻。艦名はノースカロライナ州沖のクロアタンサウンドにちなんで命名された。クロアタンは海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1942年4月15日に寄港した。1942年8月1日に JS ラッセル夫人によって浸水し、 1943年4月28日に JB ライアン艦長の指揮下収益した。1943年7月2日にクロアタンはサンディエゴを出港し7月19日にノーフォークに到着する。対戦攻撃グループの核として8月5日に出港し大西洋での戦団護衛に従事した。クロアタンの艦載機部隊は2度の対戦水艦戦闘を行い、 9月5日には夜間飛行作戦を開始した。クロアタンは9月22日にノーホークに帰還した。1943年10月17日から12月29日まで、クロアタンはカサブランカへの2度の航空機輸送任務を行う。その後1944年1月14日から2月27日まで対戦水艦紹介任務を行った後、 アナポリスで海軍調査研究所の試験に参加する。3月24日から5月11日まで、クロアタンは対戦水管巡航で大きな戦果を上げた。4月7日に関西機部隊は北40度18、成形62度22の海域で駆逐艦、シャンプリン護衛駆逐艦ヒューズと共同で U-856 を撃沈した。 4月25日の夜から4月26日の朝にかけて北緯17度54、成形38度05の海域で4隻の護衛と共同して U-488 を撃沈した。また6月2日から7月22日までの巡航においても6月10日に関西機部隊と護衛駆逐艦、フロスト、ヒューズ、インチが U-490 を攻撃し、 翌日浮上させることに成功した。艦長を含む60名が救助され、U-490 は北緯4 2度4 7成形4 0度0 8で沈められた。7月3日には関西機部隊とフロスト・インチが U-154 を北緯3 4度0 0成形1 9度3 0の海域で撃沈している。海軍調査研究所で短期間のオーバーホールと レーダー試験を行った後、クロアタンは1944年8月20日に出航する。9月15日にハリケーンで破壊されたオリントンの生存者を救助する。10月1日にノーホークに帰還し、グアンタナモアンとバーミューダで対戦訓練を行い、その後東方高速任務分に上空護衛を行った後、1945年2月4日にニューヨークに帰還する。 翌月は、パイロット認証訓練に従事し、3月25日に、ノーフォークを出港しドイツ潜水艦に対する護衛任務に就く。4月16日、同行の駆逐艦フロストとスタントンは U-880 と U-1235 を北47度53、整形30度26の海域で撃沈する。クロアタンはアージェンティア経由で、 ニューヨークに5月14日到着し、オーバーホールに入る。1945年9月15日から11月3日まで、クロアタンはクオンセットポイントでパイロット認証訓練を行い、11月23日にノーフォークを出港、フランスのルワーブルから2度の機関兵輸送任務を行う。1946年5月20日に、クロアタンはノーフォークで予備役となり、 1958年6月16日に民間人の乗員が乗り組み収益することなく輸送任務を開始する。1963年8月に海 -104 スターファイター23機をノルウェー空軍第331航空団に運搬する。1964年10月から1965年5月まで NASA の実験船として使用され、 1970年9月15日に除籍1971年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。